皆さんおはようございます。うなぎです。久しぶりにスプラ1をつけてみました。なんかすでにこのニュースの画面、塩カラーズがいるだけで俺は今懐かしいと思ってしまって、なんか半年前にもつけた気がするんですけど、まさば海峡橋じゃん。めっちゃ懐かしいじゃん、ここ。はい、間違えました。ひらめが丘団地縄張りバトルです。知ってます？ひらめが丘団地。ちょこちょこ、自分の動画では、スプラトゥーンの前作のステージとかを出してたんですけども、また久しぶりだからね。なんか、俺も忘れてるかもしれない。今、スプラ2が出た中で、まだスプラトゥーンやってる人がいるのかって話なんですけど、結構いましたね。自分みたいな感じなのかな？久しぶりやろうみたいな。ちょっとだけ。チャージャーいたんだけど、こんなところからチャージャーが出てきました。あれ倒し行くか。あ、カーボンか。カーボン怖いから下がろう。スーパーショット貯めますわ。あのスパショーっていうスプラ1だけにしかないスペシャルがあるんですけど、遠くまで届くんで、あの人とか。あ、ほら当たった。これ撃っとくと倒せる。一発で倒せるっていう。とても素晴らしい。あ、なんかいた今。チャージ。おい。当たらない。全然当たらなかった。チャージャーなんかこっちから来るの好きだな。てか、インクの色がさ、もうすでにスプラ1なんだ。この色は2にもあるけど、なんか。もうザ・スプラみたいな。スプラのパッケージに出てくる色が青とオレンジで、まさにこの色。おお、もう一回スパショ使いたい。相手チャージャー多いからさ、俺もちょっと長射程でいきたいです。ここ塗っとくのがね、ひらめじゃない。あれ？いいんだけど、ひらめだけど、ひらめが丘団地。いる。人いる？これバレてない？ほい。なんだか角度が当たらなかった。はい。あ、やべ、ボムが。角度が当たらなかった。カーボンローラーのスーパーショットは、あの、クリボがついてるんですよ。カーボンいるじゃん、目の前に。この人のスーパーショットは、あれなんですよ。クリボがついてるから、スパショがすごい打ちやすくて、クリボで移動しながら打てたり、まあ、当時はそういう使い方ができたんですよね。今度、ちょっとやってみようかな。カーボンローラーを持ってたっけ？買ってないと思うんで。あ、買ってたかな？今度やってみたいなと思います。相手チャージャーだよね。怖いな。あー、やばい。ほら、ちょっと動きながら撃ってるでしょ。うわー、一打。なんか楽に。後出しで死んでった。場所対決できた、久しぶりに。かっこいいよ、スーパーショット。なんか久しぶりにスーパーショット使ってるから、俺も。いい、楽しい。あれ？いなくなっちゃった。ここにいっぱいいるよ。おお！チャージャーが。ここにずっと、あそこの室外機のとこにいた。おお、よかった。ひらめが丘か。音をよく聞くとね、あの、セミが鳴いてる。ミンミンって言って。やっぱ団地感がある。すごい。布団干してるしね。いろんな人が。こんなとこでスプラやっていいのか。なんで2で出なかったの、ステージ。まさにここ、ハイプレとかさ、当たりづらそうでさ、いいと思うんですけどね。加工具倉庫やヒラメとかの方が、良かったかもしれない。でも、箱具俺、ちょっとタイマンで使って好きやから。あれ、敵来なくなっちゃったよ。行こか。あ、いたいたいた。すげえ、遠くから当たるの気持ちいい。いますね。2発当たった。オッケー、倒した。センサーか。まあいいや、ちょっと塗って、またスーパーショット貯めましょう。スパショを貯めて、スパショをいっぱい打っていきたい。ここいる。やばい。
なんか、救急車来たんだけど、家の外に。家の外、救急車。うわぁ救急車来ました。なんか今、バブルついてたぞ。バリアだけど、バブルみたいなさ。場所打ち込んじゃう。あ、ナイス、ナイス、ナイス。ここだ。ここ。ダメだ。うわ、でも気持ちいいな、場所。さあ、ちょっと塗って、スーパーショット貯めつつ敵を、あ、もう潜伏でいっか。え、なんでバカってんの？バレてる。なんだ俺の位置が分かって今。これ何？あ、ハイドラ？強え。ハイドラ強え。固定包帯がいるよ、あそこに。ちょっと塗って、いきますか。ここ好きなんだよね。あれちょっと抜けてるか？相手全然いないんだけどさ。あ、やられてる。抜かれたか？チャーか？チャーだよね。あ、あれか、ハイドラか。ハイドラ倒したいね。うわ、バリアー。あれ無敵なんすよ。スプラ2ではない、無敵。危ねえ！OK、大丈夫そう、大丈夫そう。やばい！やばい！ナイス、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 ここいます。ちょっとスパショ貯めたい。スパショを、打たせていただきます。よいしょ。あ、なんか当たんね。あ、クソカーボン強え。当たらなかった。いや、でも、いいね。なんかこのステージでわちゃわちゃできた。いや、じゃあ朝から。朝からなんか、いいね。なんか、ヒラメしか来ないや。潮の目があったんですけど、まあ、いっか。スプラトゥーン2ってね、4時間しないとルールも、ステージも変わんなくて。あ、ごめん、スプラ1か。2は2時間で変わるんですけど。まあ4時間なんですよね。何時に変わるかわかんないんで。とりあえず今日はちょっとスプラ1でも、少しプレイしようかなって。なんか、動画ね、もう撮っとこうかな。スピコラっていうね、強い武器があるんですけど。あれとか久しぶり。うわーい！ナイス！ノバー！ノバ怖え！防御つけてる。ちょっと塗っていきますか。塗るのも好きなんでね。スプラ1みんな塗らないな。俺ほんとずっとちょっと思ってたけど、スプラ2の子たちはみんな塗ってるけど、1の人たち全然塗らないぞ。これ敵が塗ってんのか。仕込んでいこう。オッケーオッケーオッケー、倒した。こんな、あ、やった、当たった。なんか適当に言うと当たった。ランダムショット。こっちいない？ねえか。これ久しぶりにマジでスプラトゥーン1定期的にやろうかな。なんかマッチングは結構時間は、まあ、1試合に1分かかるときとかからないときがあって、今結構人いないんですけど、まあ、時間帯によるのかな。海外の人が多いです、今。持ってないのかな、スプラ。2。Wii U もなぁ、ちょっと、あれなんですよ。コントロール、あ、やべ、怖え。え、チャージャーめっちゃ狙って怖いな。射程長っ。こう届くの？チャージャーって。例えばそんな、例えばそんな記憶がある。ここ抜かれちゃうんだよ、チャージャーいたら。チャージャー使ってる側楽しいんですけど、やられてる側ちょっとね。これスパショで倒したい。下泳いでるから行っちゃおう。オッケー。ちょっともう一人いたな今。おー、ナイス。ここに多分もう一人、あ、登ったかな。あ、いたじゃん。いるいるいる。え、なんかラグが、クイボが後から飛んできた。チャージャー来そうじゃない？こっちか。やべ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 。
やべ、暴れてる、カボが暴れてる、カボが。怒ってる、怒ってる。ヒラメで怒ってるよ。塗っちゃおう。相手ピンチついてるんで。勝った。ありがとうございました。